宿題作品発表パートワン。はい。えー、初笑いというのがありますけれども、はい、この,間の宿題が初戦竜でございました。はい。はい。それでは、うん、それは初、初をどっかにね、初生かして戦竜を考えてみようということでございます。はい。まず最初は山目おじさんからいただきました。はい。<laughs> 初孫は。 抱かれて疲れて爆睡し。あ<ー>あー、あわかるなー。<laughs> もうちょっとおじいちゃんが泣い私は私は <laughs> みんな取り合いなってね、子供わかんへんからみんなねえ、もう本当にあのちょっとね笑うようになダハイ笑って話とかあ、バイバイできるようになバイバイはバイ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 。みんなにやって,やって。いつ <laughs> まあでもねこんにちはこんにちは。だからもう子供の頃に親 <laughs> に対する <laughs> <laughs> 本は、すべて返してるという説がありましてね。あじゃ、子供の何を思うと、もう、うん、子供からもすべて。うん、もう、子供の、からすると、うん、もう、これは。その時は覚えてないけども、うん、子供時代に、すべて、親の言いなりになってね、おま返してんねと <laughs> なるほどだから、もう、大人になったらね、不思、はい、なことして、え言う人も、いるんですけども。それでは、次は、<laughs> はい、派遣参戦士さんから、いただきました。 息しろく唇ちあおし初泳ぎうわー寒い寒いでこれなんか、ね、あのテレビで北欧の方でね、はい、あのものすごいサウナ入ってたの思うとまた冷たい海の中へ入ってるのやってました、はいまね、心臓悪いんじゃん <laughs> 本当に思いますマジカルトップブラさんこさんからいただきましたはい。 初孫の名前読めないかけません。ああ<ー>。<laughs> このおろキラキラねえもんよ、ね、流行ってますからね。もう何のこっちゃ分からへんの。もう全く読めないように当てますからね字を。全く読めないね。まあプロ野球に入ってくる人たちはまだね、うん、清宮幸太郎とか。はい。 ちょっとそういう昔風のがかっこよかったりとかねしますけどあんまりそなむちゃくちゃキラキラネームがありませんけども。 キキラキラネームも多いねう芸能人なんかなったらキラキラネームよりももう名字も名前もどっちが名字でどっちが名前や分からんとかねあ<ー>下の名前だけとか、はい、それで、あのー、アルファベットがついてるとか漫才なんか特にそうですね、はいうん、分かれへんわこの間正月に霜降り明星さんと一緒やったけど。はい 下毛振りと明星が一緒になってんのかなみた違うんやな <laughs> 違いますね。わけわかれる。はい。はい。ちさんちん電車さんからいただきました。はい。まだ二月初始末あのねまだ二月、はい、初始末書はもう書いたあ<ー>、はい。読みにくかったけど <laughs> ありがとうございました。ありがとうございます。徳山教育長さんからいただきました。はい。 初雪に、やめとえ、もういや、寒いやんあ<ー>、うん、あるよ、わかん次は、隣の鈴ずさんからいただきましたはい光ってる、祖父の頭が初日の出。は <laughs>、うん、これ、おかまねえからないだろな <laughs> <laughs> はあ、大仏さん大好きさんから頂きました、はい、初競馬結果最悪年始め、はあ,あー残念でした初競馬ね難しいね、うん、競馬をね当ててる人もおれば、うん、私はあの競馬も武さんから言ってあかんかったしそれで宝くじもあかんかったんですけども、うん、はい。 まあそのうち当たるやろうのでね当たるな宝くじも買えない、うん、ああ買わなあ当たれへんすね買わなきゃ当たりませんからね、えー、競馬も買わないと当たりませんでねそうですね夢を買うというそ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 う、はい、難しいですね <laughs>、うん、次はつぶあんさんからいただきました、はい、願い事たくさん抱えて初詣あわあ可愛いい長いショールで いますいますすごい強烈なのにめっちゃ大めっちゃ長いそうなんだそれで住吉大社行ったらもう回るとこがいっぱいあるんですよこれで石持ち上げてありますね持ち上がったら願い事が叶うとかね行ったことある行ったことあります持ち上がりませんでしたよ私それあそこに地位の会大た石あってそれ持って帰ってねああまた返すいうのがありましたけども えー、願い事たくさん考えたはずも、次、さくらんぼさんからいただきました。はい、おばあちゃん、負けじと、おめかし、初節句。<ー>うん、続きまして、はい、新んさんや労働者さんからいただきました。妻の顔、獅子舞に見え、初笑い。 これはまあね <laughs> 正月以外でも見てるやろけど <laughs> 正月バッと見たら獅子舞に見えたんですよね見えたですかね獅子舞見て連想したのかもしれないずいぶん鼻がちょっと上向いてるような感じなんですけどもじゃりんこさんからいただきました「はい、初孫の笑顔に弾むお年玉」ああ わかる気がするなあ。ほんまり子供で可愛いからね。ねついついあげちゃう。うん、もう人の子は早いんですよ。もうなんかこんこんなんでも小さかったらも,もうこらなってんのみたいなもんでね。<ー>えー、で子供でも本当にいろいろです。ああ、うん、やっぱりあの親の育て方なんでしょうけど、<ー>もう小学三年生でも、うん、はいそうですとかっきり言う子やらね。 えー、なんかそれぞれですね,ね<ー>隣のすずめさんからいただきましたはいたんだろうまあね <laughs> 家の中のルールが勝手にお父さん品うちに決まっとったりなんかしてね <laughs> それでは、はい、次はマジカルトップブラサンゴさんから頂きましたよはい初キッス あなたなのよと妻がいいわあ素敵その割には首引き寄せられとったな思いながらねこれが好きっすかなって <laughs> うん。いやということでつゆだくおでんさんからいただきました、はい、なかなか冬らしいラジオネームですね,いいですね美味しいですねおでんがうんおでんを食べに行く店が その近くにあるんですけどね、えー、芸能人初対面でも親近感ああ<ー>あ、そういうことですね、うん、芸能人同士が初対面でもなんかこう、うん、わきあいあいとやってるということじゃなくってうん、うん、一般の人からするとラジオテレビでよく売れてるのは初対面でのことも、うん しとしてもどこかでどこか深淵があるということですねい、うん。いつも見てるからということなんですかね。そういうことですね。うん、次はミッシーブンさんからいただきました。はい、初出勤ママに一緒に来てもらう。ええー。こ <laughs> ういう冬彦さんみたいな人がね。はい。 この頃あんまり聞きませんけど、ね、出勤で言うと大人ですもんねだいぶ、えー。まあでもなんかね、うん、子供のいじめがあったり、うん、すごい子供を大事にしすぎたりとかその兼ね合いがなかなか難しいですね、うん、これはしつけや言うて言うてて、うん、しつけや言うてこ,うなんかこの頃いっぱいそういうビデオをね見さされるのも。 犬蹴ってる人もおりましたしね、うん、あ,ありますねあれはひどくあってつらいしつけや言うてもあれはね、うん、よその犬としてもちょっと辛いところがありますねジーン影虎さんからいただきました、はい、初飲みは鏡開きの気楽館お<ー>ありがとうございます ということで、はい、続いてまいりましょう、はい、ベルママゴールドさんからいただきましたわからへん何がうまいの初トリュフあわか <laughs> 分か三大チームやで三大チームあー私トルフの美味しさがあんましわからないです白トリュフいうのもあってね、はい、香りはでも確かに強いですけど、ね、ものすごいかけるとこあんねあ。こうしてね、えー、美味しいんですかトルフってやっぱりあれは味というより匂いを楽しむもんですね、まあ、ちょっとしたら美味しく感じるかな 感じないのにりああんまり食べたこともないですしねああそうキャビアもあんまりわからないキャビアもいろいろあるからねキャビアでも一つ違うからいいキャビアといろいろあるからどこで取れるかとかねどのチョウザメかっていうのあれもんか養殖やってるのもあるからねはい次行きましょうはい ええー、日野英右、ぶんまさんからいただきました。はい、初孫は。責任ないし、余計可愛い。<laughs> まあね。責任ないことないけど。<laughs> うんね。うんええー、というようなことでございました、はい。はい、たくさんのご応募ありがとうございました。はい。宿題作品発表パー,ー。ト パート2は大阪弁で言うと、はい、いろんな言葉を大阪弁に直すとどうなるんでしょうかということでございますね、はい、ミッシーブーンさんから頂きましたレディース・セン・ジェントルモン大阪弁に直すとさて皆さん <laughs> MBS ラジオですしねあれジェントルマンが大阪弁ではさてみなさん京都の方なんですよねまあねちょっとアクセントが独特の優しい感じで随分長いことやってありますなでも40年以上ですからね浜村さんが花月へ出た時を僕見てますからねえ出られてたねええ漫談やっておられましたけどもさてみなさん もうちょっとモノマネも上手くならなきゃいけないませんですけども次は、はい、マーベラスさんからいただきました、はい、卵を産まない鶏、うん、大阪弁に直すとオンドリアなるほどオンドリアオンドリアオンドリアー <laughs> ちょっとガラ悪いな、ね、そうですねそうですね 大阪弁ってやまぱ言ってると聞いたことないですけど、まあ、あのー八尾の方にも住んでたことあって、うん、八尾っていうのは近藤子さんでおなじみの悪名で川内弁なんですね<ー>、えー、ですから川内弁もその中にいるとそんなに怖い感じはしないんですけどもうまいこと考えましたね、うん、オンドリアオンドリア <laughs> 次 誰がやねんんロロックンーールルさんからききままししたはいいビートルズの名曲 Let it be、うん、大阪弁にに直すと、まあ、好ななようにしなあこの間『ボヘミアン・ラプソディ』いう映画見ましたですけど。 あすごい映画でしたね<ー>下に歌詞が出るんですけども、はい、あれ三十何回見たいう人いてましてほ、ね、い<ー>で隣の人は拍手してましたね<へー> <laughs> 映画館の中でああいうふうに一緒に拍手したりうとてるのを聞いた、うん、ビートルズの映画見て以来ですね、えー、コンサートみたいになるんですかコンサートみたいにちょっとなってましたねへ、えー、敵。それだけどあれはなんか役者がすごかったんですよあ、うん、あのまあ、バンドの他の人もね、はい ストーリーはよくあるようなバンドのこう成功物語で、まあ、最後はおなりになるんですけどね、はいえー、次「さんからいただきました、はい、母親が風邪をひいた大阪弁に直すとおかん」。 え続きまして徳山教育長さんからいただきました、うん、あなたって面白いわね大阪弁に直すと <laughs> あほやああ。なんでもあほやあほやに、ね、なりますね東の人それ聞くとね怒る人いるんですよねあほ<ー>やいうのは別にお前は、うん、まあちょっとあほやとバカやと うそういういい意味じゃないんですねうん、うん、反対に僕らは大阪の人間が「うん、バカだね」とか「<ー>バカじゃないの?」なんて言われるとちょっとカチュッときますけどね。あそれが逆なんです、ね、あアホやなとか「なんかアホな」とかいう,うまあアホなは普通やからね次なにわファイサンザーさんからいただきました「はい、乃木坂46」「欅坂46」「大阪弁」に直すと「 なんちゃらアハハハそれ大阪なのかな <laughs> これはスーツちゃうなんちゃらやね、なんちゃら坂いっぱいありますから、いろんなところの坂がなんちゃら坂、この間なんかのベストなんとかいうの出とったけどなんちゃら坂ばっかりやったけどね誰が誰や、分かれへんねあれそれで前に僕が紅白歌合戦で審査員やった時ね あれ A.K.B. が出たと思うんですけども、その大阪の n m b やら、神戸のやら、神戸じゃ名古屋のとか、みんなが出たんです。交通費だけでも大変やと思うんですよ。衣装とかね、メイクとか、もう誰が誰が分からへんかった。なんちゃら48ですね。なんちゃら48。ミッシーブルさんからいただきました。はい。全力投球。大阪弁に直すと必死のパッチ。 ああ、これ大阪弁なんですかうん、これ監督も言うてましたけどね<ー>必死のパチいうのは誰か言い出して入い出してねうん、うん、監督まで言うてましたみんな必死のパチであるいうのね<ー>これもうずいぶん前から大阪で言い出した言葉なんですけども<ー>もう昔からありますな<ー>必死のパチあるの<ー>おでこぽんさんからいただきましたはいわかりましたそれで結構です 大阪弁に直すとよろしおま <laughs> 軽くなっちゃった、ね、すごい軽くなっちゃいました短、ね、くなって短くなりました短くなりましたわ、えー、かります、えー、よろしおま <laughs> よろしおまそうよろしおますかよ,、うん、よろしくないか分かれへんねそれがねまっすぐ行ったらよろしいかあってえー、よろしおま <laughs> よろしいのかよろしくないのかよくわからない,いのが大阪弁ですけど派遣参戦士さんからいただきましたありえないこと大阪弁に直すと漫画やんえ画やん。言い,いますかよ言い,いますかこ,これ漫画やん漫画みたいやなとか言うのよいいますね漫画みたいやな話やな なあほないの、それ <laughs> 後ついてねうん面白いベルママゴールドさんからいただきました、はい、ギリチョコ、うん、大阪弁に直すとしゃあないなこれ、しゃあないなう私はあちらもんやね、<laughs> ギリチョコ <laughs> ピンポンばっかりやね <laughs> 面白いですね それでは、ジャリンコさんからいただきました。素晴らしい、大阪弁に直すと。いやいや。ああ、いますね。これは、ようよね。いやいや。めっちゃええやめっちゃええやん。もっと言うことは、むっちゃええやん。むっちゃええやん。うやけど、ね、こういう風な。次は。モーツァルト。はい。ウォルフガングモーツァルト。大阪弁に直すと。 木田太郎なに<ー>のモーツァルトななのモーツあ、なるほどだんじりのおしりさんから頂きましたそんたく大阪弁に直すと分かってまんがな <laughs> 分かってな分かっても分かってもそ <laughs>、うんたくな 二代目道之助さんからいただきました。はい、二代目道分之助さんです。あ<ー>どっちなのか、はっきりしてくださいよ。うん、大阪弁に直すと。うん、すんのんかい、せーのんかい。<laughs> どっちやねん、こら。すんのんかい、<laughs> せーのんかい。こういう、ね。<laughs> ね、はい入んのんかい入れんのんかい言うて <laughs> ホテルの前で言うてた人がおったそうですけどねなにわファイサンダーさんからいただきました「はい、灰皿大阪弁に直すとポコポコヘッド」<laughs> それネタですねネタですね、はい、いい人だったなー、えー、マーベレスさんからいただきました「はい、着信拒否」うん 大阪弁に直すと電話 <laughs> 電話に電話電話に電話 <laughs> 電化製品が壊れたジーン影虎さんからいただきました、はい、電化製品が壊れた大阪弁に直したらどついたんねんへえー、蹴ったんねん <laughs> バーバーで叩いて直す人もいますけどね<ー>たまに テレビとかしかしあのー、<laughs> 掃除機ね、はい、ちゃんと戻りよる夜からかわいいねあああのルンバですね<ー>下掃除してくれるやつうんまあ名前はちょっと違うかわからへんけどヤマメのおじさんから頂きました「はい、僕と結婚してください大阪弁に直すとほんまに俺でええんか?あ」。 しもちゅうさんからいただきました、はい、お茶しませんか大阪弁直すと茶ゃーしばけに行けへんああ茶ゃーしばこって言いますね茶ゃーしばけに行けへんかう次行きましょう、はい、次はい男爺のおしじさんからいただきました、はい、ちょっとよく似てます<あ>喫茶店、はい、大阪弁直すと茶ゃーしばけるところ <laughs> お茶をしばけるところ。はい、はい、たくさんのご応募ありがとうございました。